はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日もケモフレスリーの動画撮っていきたいと思います。ということで野生大解放チャレンジステップアップ招待の方でヒグマが来ました。先月はねブラックジャガーだったんですけど、まあまあブラックジャガーの方もねまた来てるんですけど、今後もこういう感じでね、毎月あるのかな。で、ですね、今日もね、引いていきたいと思うんですけども、30連ですね。もう早速ね引いていきたいと思いますですね。ヒグマはそうね、自分動画撮ってたんですけど、何初実装された時ね、その方動画の概要の方にはね載っけておくんで、もしね、見たことがないって方はね、もし興味があれば見ていただければ嬉しいかなと思います。いやー、そうね、イベント限定キャラ優先であれかな、5段階目解放されていってるのかなって思うんですけど、どうなんですかね。まあ来月からまた違う感じになるかもしれないんですけど、とりあえずはそんな感じで実装されてるみたいですね。はい、本当だったらブラックジャガーとヒグマの間に、シロナガスママがね、実装されてたと思うんですけど、確か確かそう、うん、他にもなんか実装されてたかな、忘れちゃったけど多分そうだったかな。で、前回のねブラックジャガーの時の特攻フォトも一応今回のヒグマのやつでなんか特攻になってて、少しだけね、1枚で 1% かな、なんで自分は3突してるから 4% ぐらいもらえるんですけど、まあビビたるものですね。はい、ということでね、特攻フォトが出ないヒグマも出ない。ヒグマ実はね突れてないんでね、来てほしいんだけどな、来なさそうですね。はい、出ないですね。はい、特攻フォトも出ないね。はい、出ません出ませんね。1枚ステップ3で来ますけど、とつりたいね1回は。よーし、頼みます。お、夜熱ということは特攻フォト来たかな。ヒグマ出ないね。ヒグマ来ないか。 2% だったかな、あるんでね、来てほしいんですけど来ないか。特攻フォトは来たかなこれね。これでもね、フォトも結構すり抜けますからね。おお、来た来た、よかった。お、マジで来た。おお、やった、初突ですよ。やりました、やっとですわ、やっと突れたヒグマ、やったね。これね、30連して出なかったらね、石使って解放しようかなとか思ってたんですけど、奇跡特性の方、あ、石をね無駄遣いしなくて済みます。これでよしよしよし、やったね。オーケーオーケー、いい感じ、よかったわ、助かった。よしよし、回した甲斐がありましたね。ということで、特攻フォトもね、手に入りましたので、ね、頑張ってね周回したいと思います。まあ今日はこんな感じですかね。もうそろそろ無茶の方が、14日かな、この大解放のイベントが終わった後に来るのかな、うん、確か無茶がね。なので、もしかしたら無茶の方もね動画撮るかもしれないんで、楽しみに待っててください。まあ、撮れるかどうか分かんないですけど、撮ろうかなと思ってます。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。